居酒屋といえば、うん、そういえば春日さん結構行ってるもんね。かつて中川パラダイスとよく行ってましたな。パラダイスと仲良くなったのは相席居酒屋。もうそこに行っていると。はい。できない。できないですね。どういう感じなんですか相席居酒屋って。あの、うん、女子が何人かで入って男の人の前に座る。と一緒に入ってって、うん、その男の人たちも。グループで来たの。そうだね、勝手になんかセッティングされて、うん、あ、店の人がセッティング。店の人。そうだからその、まあ、飲み会というかその合同コンパみたいなことができるってことだよね。そうです。どれぐらいいないのよその。ざっと5年ぐらい。5年。あ、結構だね。そうか。それでも活動ずっと探してるってこと。そうですね、わりかしずっと、うん、週3、4ぐらいのペースで。相席居酒屋多くないか。、うん、私有料物件なんですよね結構。自分で言うのもなんですけど。本当だよね、うん、自分で言うのなんだよね。本当に有料物件なんですけど、うん、まあ、みんなにちょっとアピールはしてるんですけど、うん、いいよ私はっつって、うん、どういうところが有料物件なの、まあ、とりあえず歯科衛生士っていう、手に職があるっていう、安定した、うん、今後の人生の、うん、はいはいはい、あ、なるほど。一人暮らししてるんで、うん、まあ、いつでもお家来てもらってもいいですし、家事全般もできますよっていうところ。あ、料理とかも得意ってこと。あの、尽くすんで、優しい心の持ち主なんです。理想も高くないと。理想はそうですね、うん、歯磨きがちゃんとできる人であればもうウェルカムはウェルカムなんですけど。俺も大体できる。あ、そうか、指定衛生、歯科衛生士なんですよね。なんで、うん、あの、みんなしてるつもりで磨けてなかったりとかっていうのがあるんで。歯医者でよく言われるやつ。毎回怒られるよね。うん、その歯磨きがやっぱりちゃんとできてないと、うん、どうしても。でもそれだって初対面じゃ分からないでしょ、この人歯磨き。分かります分かります。え、分かんの。分かります。お口の中見たら喋った感じとかで、はあ、口の中を見せてくださいって言うの。言う時もありますし、笑った時とかの状態とかを見たりとかして。どう？ちょっと私らは一回口の中見してもらってもいい。口の中、はい、見て。ああ、本格的だね。じゃあ歯科衛生士だからね。本来ならこのレベルで相席だけど見たいぐらい。ああ、もう本当にもうここをしていい。ないと思ってって感じですね。なるほど、じゃあ見てもらいましょうか。がっつり見るんだね。じゃあ、はいはい、すいません、失礼します。あ、でも意外と綺麗。ちょっと痛い。強い。そんなグッっていつもいつも通り。いつもじゃないです。いつも以上の力を使って。いや、なんでいつも通りやってしまうんだよ。ごめんなさい。どう？左下7番インプラント。インプラント。インプラントですか。インプラントです。インプラントはダメなの。でも年が年だからしょうがないよ、もう60なんだから。インプラントすげえ受けてるじゃん。そんなに笑うことない。インプラントだと思わなかった。お金持ちなんだ。あ、それ分かるんだ。まあお金結構かかりましたよ。歯でお金持ちか分かんだね。分かります。やっぱ自費のものを入れてるんで。そうか、保険いかないもんね。え、あの、キスはできる口。そうですね、ギリギリ。ギリギリなの。ギリギリなんだ。それはインプラントだから。あの、ちょっとここに虫歯が、うん、虫歯あるの。ここに、かすかに。あ、今、あ、じゃあこれからちょっと見た方がいいっていう。え、何、そんなちっちゃい虫歯でもちょっと無理だったりするってこと。あ、でもやっぱ春日さんっていうのは、うん、私が無理ってこと。キスができない、もしかしたら。じゃあなんでくすみたんだよ。でもな、理想は高くないんだけどね。理想高いだろうよ。